集合だったよな。うまくいくといいな。ほら行こうぜ。寝坊でもしたのか。いや、そんなこと今まで一度もなかったし。来る途中ですれ違った可能性は。やあ、って、あれ、なんでみんな心配そうな顔してるんだ。ミーローさんがまだ来ていないのです。え、ただの遅刻じゃないのか。それがちょっとおかしいんだ。ミーローはいつも早めに来てた。それにセノがさっきグランドバザールによって彼女に声をかけようとした時、もうとっくに出かけたと言われた。で、セノは着いたのにニーローはまだ着いてないってわけか。はい、だから心配しているのです。あの日危険物を輸送するキャラバンを尋問したんだが、貨物が全て奪われた以上物的証拠は何もない。それにこの件に関してはあいつらも被害者だからな。キャラバンは確かに怪しいが、盗まれた貨物を取り戻すまでは保護という名目で監視を続けるしかない。宝石についても売り手と連絡がついた。もう一つの宝石は砂漠で若い男が買っていったそうだ。とにかく状況をまとめると、危険物ともう一つの宝石の行方は分からず、ニーローがどこに行ったのかもわからないということだね。でもなんでニーローが巻き込まれたんだ。三つの出来事につながりがあるかどうかはまだわからないけどね。ただその方向で仮説を立てるなら、ニーローの家臣の舞は家臣探査への重要なプログラムだから、もし相手の目的が家臣探査をめちゃくちゃにすることなら、ニーローがターゲットになる可能性は高い。旅人キャンディス、早速痕跡をたどろう。ティナリはパルディスディアンに残って、他の奴が来たら状況を説明してやってくれ。うん、単に急ぎの用事ができちゃったって可能性もあるしね。ここで待ってるよ。まずはグランドバザールに行こう。ニーローがどこから出かけたか確認するんだ。僕が残るから安心して行ってきて。全部丸見えね。どこに行ったんだろう。スマイル、君たちどうしたんだ。ニーロー、今日は友達の手伝いに行くと言って早くに出かけたが。一人でか。どの門から出たか見なかったか。ああ、一人だったぞ。そうだな、確か北門だったはずだ。パルディスティアイとは真逆の方向だな。何かあったのか。こんな肝心な時に冗談じゃないぞ。ズバイルさん、もしニーローがグランドバザールに戻ったらパルディスティアイの者に伝えてくれないか。ああ、まあ手が離せない用事ができただけだと思うんだが、とにかく早く向かってくれ。解決したら俺にも知らせてくれるか。ああ、必ず。さあ行こう。北門を出て誰かに聞いてみよう。ことは一刻を争う。早く行ってきてくれ。トラブルじゃないといいんだが。ネビダ、今朝ニーローを見かけなかったか。ニーローさんですか。綺麗な服を着て町の外に行くのを見ましたけど。町の外？ええ、あちらの方です。後を追いかけてる奴はいなかったか。ニーローの様子はどうだった。 いえ、私が見かけた時は一人でしたよ。挨拶もしてくれてとても元気でした。わかった。
情報提供ありがとう。ちょっといいか。今朝ズバイルシアターのニーローが街を出るのを見かけなかったか。セノさん、お疲れ様です。ニーローさんなら街を出て橋を渡ってましたよ。橋の向こうで男の人と待ち合わせしてたみたいで。まさか砂漠で宝石を買ったってやつじゃないよな。男の顔は見たか。すみません、さすがに遠すぎて。そうか。もしニーローが戻ってきたらパルディスディアイに行って俺を探すように伝えてくれ。かしこまりました。引き続き進もう。手がかりが途切れちゃったな。もう聞く相手もいないぞ。足跡がいくつかあるようですが、追ってみますか。いや、足跡が多すぎて方向を間違えてしまう可能性がある。そうだな。ああ、俺たちはここで痕跡を分析しておく。もし何か分かったらすぐに知らせてくださいね。痕跡を見る限り左へ行ったようですね。足跡が多すぎる。もう一度確認してみよう。砂漠にいた男。あちらにあるのは、アランサか。お前アランサかだよな。おい、なんで隠れるんだよ。オイラたち友達だ。ごちゃごちゃした石？なるほど。ありがとな、アランサカ。そういや、さっきの口を滑らせるとかっていうのは。このやつ言っちゃったぞ。とりあえずセノとキャンディスに情報を伝えようぜ。アシュバッタ神殿の方向へ。地面の痕跡が示しているのと同じですね。どうやって分かったんだ。友達からちょっとヒントをもらったんだ。信頼できる情報だってことは保証するぞ。ああ、信じるよ。それでは出発しましょう。無事。またビジョンを見たのか。はい。でも今回はぼんやりとした声しか。二人の会話のようでした。気づかれるかもとか、痕跡をたどって追ってくるはずとか。ニーローの声だったか。あまりにかすかでそこまでは。
とりあえず廃墟の方へ行ってみよう。ビジョンが見えたということは進む方向は合っているのかもしれない。多分この辺りだろう。わあ、この辺ってよく砲塔弾が出てくるんだよな。危ない目に遭ってたりしないよな。あそこ。あ、ニーローだ。本当にニーローだぞ。あーい、ニーロー。遠すぎて聞こえないようだ。あっちに行こうぜ。こんな遠くまで来ることになるとはね。そろそろ着くのかな。ニーロー。え、ニーロー来てやったぞ。悪いやつに。あれ、おや、悪いやつっていうのは僕のことかな。なぜお前が。僕がどうかした。みんなどうしてここに。なんでみんな質問ばっかしてるんだよ。ってオイラも今しちゃったけど。騒がしいわね。静かな場所で練習することもかなわないわけ。ソルシュ、我がエッサンシュと、シロフラン。お前らこの赤フライムと知り合いなのか。ちょっと、誰が赤フラよ。このソルシュは高貴なる彼、霊光の勇者なんだから。こいつは甘露係で知り合った彼だ。話し方はちょっと変だけどいいやつだぞ。あれ、セトスさんが身につけているのは。え、このウジャトの目のかけらのことかい。え、もう一つの宝石を買ったのはお前だったのか。ウジャトの目、そして彼、本で読んだことがあるような。じゃあ事の経緯はもう分かったのかい。今は謎かけをしてる場合じゃない。町のみんなだってニーローのことを心配してるんだ。私？でもみんなには伝言を残したでしょ。伝言？何の伝言だ。そのようなものは受け取っていませんが。ラッシュヌのやつ、また寝落ちしちゃったのね。その名前を聞いて分かった気がするぞ。ラッシュヌって誰だ。伝言を頼んだカレーだよ。ただあの子はいつも気だるげだから。ちょっと待て、いろんなことが起こりすぎてよくわからないぞ。とりあえず整理しようぜ。まずニーローはどうしてソルシやセトスとここにいたんだ。それを説明するには、そうだな、ソルシュとの出会いから話そう。あいつらが来るよ、ソルシュ。ふん、欲張りな奴らだわ。この前砂漠で騒ぎを起こしたのってあいつらよね。ふん。元気出しなさい。あいつらを懲らしめてやらなくちゃ安心して眠れないわ。ふん。じゃあソルシュ、あいつらが通ったら茨で閉じ込めてやるから、後のことは任せたよ。ええ、こんなの楽勝よ。恐怖で震えるがいいわ。
ん？なんだ、イボロが！ボス、台車が動かない。え？今よ。くらいなさい。爆弾だ。空から爆弾が降ってきたぞ。やー、落ち着け。早く台車を押すんだ。くたばりなさい。その辺にしておいたらどうだい。あら、何時は何者。僕はセトス。散歩してたら騒がしい音が聞こえたから、好奇心で見に来たんだ。貨物は全部壊したみたいだし、この辺りで勘弁してあげたらどうだい。大騒ぎになったら収拾がつかなくなるからね。ちっぽけな人間よ。私が誰だか知っているの。高貴で偉大なるカレーよ。砂漠に君たちを知らない者はいない。まして勇者ソルシのことなんて言うまでもないさ。ふう、なかなか見る目があるよね。ま、今日はこの辺にしておきましょう。でも次にこのようなことが起きたら、この霊光の勇者は砂漠の安寧を壊す悪党を許したりしないわ。その後、すっかりソルシュと仲良くなっちゃって、ソルシュにスメールシティを案内してあげたんだ。お前ってほんと誰とでもすぐに仲良くなれるんだな。このガイドの仕事は高く評価してあげるわ。実は今回ここに来たのは重要な責務があるからなの。責務？どんな責務だ？通りすがりの者から、今はちょうどクラクサナリデビ様の生誕祭の時期なのだと聞いたわ。我ら彼はクラクサナリデビ様の眷属だから、特別な贈り物を用意して差し上げたいのよ。ズルバーン先輩がいろいろ考えた結果、カレーの勇者、つまり私が数百年にわたって受け継がれてきた家臣の舞をクラクサナリデビ様に捧げることが決まった。来る途中で家臣の舞の人選はもう決まってるってソルシュに伝えたんだけど、彼女はニーローさんに会いたいって聞かなくてさ。ふん、会わない方がマシだったわ。今の家臣の舞が昔とこんなにも違うなんて。まあ400年も受け継がれてきたわけだし、変わっちゃうのも無理ないよな。でも昔の家臣の舞が見られるって聞いたから、ソルシュさんに教えてほしいって頼んだの。だってこんな機会めったにないでしょ。今年の家臣誕祭でこの特別なダンスを捧げれば、宗神様もお祭りに参加する人たちもきっとみんな喜んでくれると思う。そういうこと。私もこの子がいい覚悟をしてるなと思ったから、静かな場所でダンスの練習に付き合ってあげようとしてたの。そういうことだったのか。ずっと追いかけてきたけど、結局悪いやつなんてどこにもいないじゃないか。みんなナヒーラに自分なりのサプライズを送りたかっただけってことか。待って待って、例のキャラバンのことを忘れないでよ。あいつらが一体何をしでかしたのかまだわからないんだからさ。砂漠を破壊する者、おそらく私利私欲のために遺跡や墓を荒らす者でしょう。だからアール村を通らないこんな偏僻な場所を選んだのか。もしお前に見つかれば。恐怖に震えるだけでは済ませませんから、昼間の太陽が懐かしくなるようにして差し上げますよ。キャンディス、お前急に怖いぞ。そういえばキャンディスさん、
君はもう半分のウジャトの目を身につけてるね。そうそう、それって一体何なんだ？キングデシェレトのアフマル様がクラクサナリデビのナヒーダ様に送ったプレゼントだ。その通りだ。君もその伝説のことを知ってるみたいだね。ちょっと記憶にあっただけだ。これまで2つの宝石と伝説を関連付けようなどとは思いもしなかった。ああ、僕も最初はこの宝石がちょっと特別だと思っただけだった。それで商人から買って沈黙の殿に持ち帰った後、多くの文献を調べてようやく確信を得たんだ。初めての家臣探査が開かれた時、キングデシェレトのアフマル様と家臣マリカッタ様はクラクサナリデビ様にサプライズを用意したという。道沿いにキャンディーを残してクラクサナリデビ様を宴会の場所へと導こうと考えたそうだ。不思議に思ったクラクサナリデビ様が湖のほとりまで来ると、弦の響く音が聞こえてきた。アフマル様が演奏してたんだ。そしてマリカッタ様は旋律に合わせてしなやかに踊ってたんだってさ。二柱の神様は愛する宗神様がこの偉大なる日に誕生の喜びを感じられるようにと祈り、宗神様に貴重なプレゼントを送った。三柱が一緒に過ごしてきた素敵な時間を記念するために、マリカッタ様はウリンを守る霊光を、アフマル様はウジャトの目をプレゼントしたという。しかしカーンルイヤの最悪の後、ウジャトの目は失われ黄砂に埋もれていった。霊光はクラクサナリデビ様によって慎重に作り変えられ、生と死の世界を守り続けた。いつしかそれが散らばって私たち影絵になるまで。つまりキャンディスが見たのはウジャトの目に記録されたビジョンだったってことか？初めて手に入れた時は僕も驚いたよ。こんなに時間が経ってもなお伝説のウジャトの目は見たものを記録し続けてるのかってね。その力は特別で、アフマルの民、つまりキングデシェレトの末裔だけがこれと共鳴できる。もう壊れてるけど、今もこの中のどこかに過去のビジョンは残ってるんだ。もしかしてこの前ぼんやりと聞こえた言葉はアフマル様や家臣様のものだったのでしょうか？ウジャトの目の2つのかけらをあなたはどうしたいですか？キャンディスさんが許してくれるなら2つとも沈黙の殿に持ち帰って保管したい。ええ、賛成です。それはクラクサナリデビ様のものなわけだけど、返すつもりはないの？それはやめておいた方が良いと思います。宗神様が覚えているかどうかはさておき、砕けた思い出には今や悲しみしか残っていないかもしれません。あなたたちの意図はまだ完全には理解できてないけど、それがあなたたちと我がエッサン氏の決定だというのなら何も言わないわ。それよりさっきからダラダラと喋ってばかりで、これじゃ全然家臣の舞を教えてあげられないじゃない！それもそうだな。何もないって分かったわけだし、かえってみんなの心配を解消してやろうぜ。俺も他のマハマトラたちにあのキャラバンの犯罪の証拠を徹底的に調べるよう伝えておく。もし悪事を働いているなら絶対に許さない。僕はここに残るよ。この辺は魔物が結構多いし、護衛は一人でも多い方がいいだろ。みんなを心配させちゃってごめんね。ダンスを覚えたら戻ってみんなを手伝うよ。よーく見てなさい。目をそらさないでよ。しっかり私のステップについてきなさい。はい、ソルシュ先生。いい？こう、
そしてこうよ。こうしてこう。昔の家臣の舞ってこんな感じだったんだ。なるみえね。言ってあげて、僕がついてるからさ。ウジャトの目に隠された歴史。お、やっと戻ってきたか。もう少しで傭兵の仲間たちを呼ぶところだったぜ。どうだった？大丈夫だ、何もなかったぞ。そういうことだったんだね。何事もなくてよかったよ。そっちはどうだ？サプライズの準備は順調に進んでるか？カーベは設計図を私に来た後寝に帰ったよ。あの様子じゃ多分昨日は徹夜したのかも。あんたたちがいない間にキャンディータワーの枠組みを作ったぞ。念のため後でもう一度確認するわ。さっきはあなたたちのことを心配しながら作っていたから。とにかくあとちょっとだ。みんなで力を合わせればすぐに終わるよ。よかった、フロート社のパレードに間に合いそうだな。あ、パレードといえば、旅人、一つお願いしてもいい？教令員が各学院の代表者にパレード当日の花の騎士を選ぶよう言ってきたんだ。で、話し合った結果、君が適任だってことになったんだけど、どうかな？よかった。君は宗神様の友達で、スメールを救った英雄でもあるからね。だからみんなは、君が適任だと思ったんだろう。よろしく頼むぜ。あんまりプレッシャーをかけないでやってくれ。そういや、キャンディスもパレードに参加するんだよな。確か、演奏って言ってたか？ええ。ニーロンさんのダンスの伴奏を。おお！おいら、まだキャンディスの演奏を聞いたことがないぞ！お気に召したらいつでもアール村に来てください。眠りにつくまで演奏して差し上げますよ。そうだ、私からも一つお願いしていいかしら。宗神様のフロート社の装飾品を作ったんだけど、スラサタンな聖書に持って行ってフロート社を飾り付けてもらえない？花の騎士がフロート社を飾り付ければ儀式感もより増すと思うの。ひひ、そんなの楽勝だぜ。オイラたちに任せろ。やっと終わったぜ。あとはスラサタンの聖書に行ってフロート社を飾り付けるだけだよな。家臣探査前夜のスラサタンの聖書ってどんな感じなんだろうな。気になるぜ。最近みんなが私を避けている気がする。まるで木のうろに住むリスが秋になると何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。
誕生日。この特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。ええ、私の騎士よ、出発しましょう。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。花神誕祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれ？あれはパティサラか？花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが無事成功したことを祝って。乾杯！やはりわしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃな。先輩、飲みすぎですよ。キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てからファルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだよ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って楽しまないとな。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星空を眺めながら弾いているんです。星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの踊りでしょ。え、急にそんな。なるほど、ウジャとの目は沈黙の殿で預かったのか。研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。象徴となる過去が明らかになった今、ただの物品に戻ったんだ。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど、名前からするにきっとすごく綺麗な宝石なんだろう。
一目見といて損はないんじゃないのか。一目見るにはわざわざ沈黙の殿まで行かないといけない。いささか遠い。もうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証でそれを教令院に持ってくることがあるならついでに見てみてもいいが。そういえばどれくらいの価値があるのか気になるな。いい質問だね。考えたこともなかったよ。古代の王宮の城壁を見ても急に1ブロック外して価値を測ったりしないだろ。うちの学院の奴らならやりかねないな。最近の後輩たちはみんな好奇心旺盛らしいぞ。もし本当にそういうブロックがあったら報告書を書いて俺の執務室に届けてくれ。はあ？そんなことまで君に報告しなくちゃいけないのか。いや、ただそうしてくれればブロックが届いたらすぐにわかるから一目見に行ける。聞いた僕がバカだった。迂闊に返事をするもんじゃないな。報告書をリマインド代わりにするのか。なかなかいいアイデアだね。リマインドといえば俺は感じた。友よ、神聖なる時が訪れようとしている。そうかい。僕は何も感じなかったけど、ヘルマヌビスが君だけに呼びかけたってことかな。今こそ七聖子コレイが呼んでるみたいだから先に失礼するよ。はあ、カードゲーム、またカードゲームか。コレイ、僕のことも呼んでくれないかな。みんな楽しそうだね。ええ、一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか。そんなことないわ。その瞬間に、ああこれは絶対に忘れられない思い出になるってわかることはある。あなたはソルシュというのね。あなたとお友達はスメールシティに引っ越すことは考えていないのかしら。それはお気持ちだけありがたくいただきます、宗神様。私たち彼には己の責務がありますから。それに私たちにとって町は騒がしすぎます。そうなの？でも人々と一緒に過ごしていれば面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？嬉しいぜ。そう考えると今回の家臣誕祭じゃみんなにサプライズがあったんだな。特にナヒーダがアランナラを呼び出した時はオイラ本当にびっくりしたぞ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねってあの子たちに念を押したの。それでアランサカに会った時あんなに慌ててたんだな。口が滑るってこのことだったのか。でもスメールのみんなはあれがナヒーダが送った夢だと思っているぞ。夢ね。ナヒーダ？いいえ、なんでもないわ。そうね、私たち夢の中にいるようなものなのかも。え？でも、どうすれば？はいはい、みんな集まってくれ。
左側の人たち、もうちょっと寄って。わしの靴を踏んでおるのはダメだ。うわ、すみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。本当に不思議な考え方をするのね。そんなことを経験したことはないけど、あなたを信じるわ。この瞬間が私たちのために止まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし、3、2、1、誕生。